アラウンドカープ X、 ここからは広島県観光連盟、広島ツーリズムアソシエーション、ヒットとタッグを組んでお届けする広島タイムリーヒットの時間です。ヒットが持つ広島県内の観光情報の中から足を運んでみたくなる広島県内のタイムリーな話題をお届けします。お話をしている時にすごいと思ったらこのヒットボタンカキーンを押してさらに詳しくお話を伺っていきます。それではバッターボックスに入ってもらいましょう。自己紹介をお願いします。はい、はじめまして、小屋株式会社の代表をしております佐々木彩と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月は現在発売中の広島の人を紹介する観光ガイド本、広島元気本に掲載されている方をお迎えしています。広島元気本、広島県内で興味深い活動をしていらっしゃる23人の方を取材した本なんですが、佐々木さんもこの本の中に入ってるんですよね。そうですね、ありがたいことに。この本の取材ではどんなインタビューを受けたんでしょうか。いろんなところで今までも取材だったりインタビュー受けてきたんですけど、ビジネス寄りだったんですよね、はい、今回初めてこう原体験みたいな自分の幼少期から掘り下げて詩的にまとめていただいてます。あの本の取材の中でこう印象に残っていることとかエピソードとかありますか。そうですね、印象に残っていること、釣りを実は私が初めてだったみたいな。あ、そうなんですか。はい、一緒にまさかライターの方と釣りができるなんても思ってなかったので、うん、面白い経験でした。はい、いや私も読ませていただいたんですけれども、はい、もうあの何度もしてらっしゃるようにあの写真では見えましたけれども、そうですね、初めてだったんですね。はい、あの写真も結構たくさん撮られたんじゃないですか。はい、あのポートレートっていうんですか、ええ、初めて自分をあんなにパシャパシャと撮っていただいたので、はい、ドキドキしながら撮影臨みました。あの本を実際ご覧になられてどんな風に思われました。いやもう恥ずかしいが一番ですね本当にまだ直視できないですあの佐々木さんのいろんなお写真入ってますのでぜひ本を手に取っていただきたいんですが、では改めて佐々木さんがやっていらっしゃるお仕事について教えていただきたいと思います。小屋株式会社、どんな会社なんでしょうか。はい、私ずっと演劇をしていたので、はい、ですけれども芝居小屋を作りたいという思いで小屋という会社を作りました。でキラキラが連鎖する世界を作るというのが理念に掲げていまして、相互尊重する世界を作りたい、でいろんなサービスを生み出すような会社にしたいなと思って、そんな場作りをする会社です。あの具体的にはどんなサービスを提供してるんでしょうか。メインはですね、組織を強くするだったり人材を強くするお手伝いをする、コンサルティングというのが仕事です。でそこから、今はジャムフルという新しく、今度は個人向けに、企業様ではなく個人向けにサービスを、作ってご提供してます。個人向けに、はい、このジャムフルっていうのはどんなものなんでしょう。遊び場予約サイトです。まあ、それこそこの今回のヒットの本が人に会いに行くかコンセプトですけれども、はい、私のサービスもただ観光地に遊びに行くではなくて、人、体験、地域の出会いで自分の世界を広げるということを目指したサービスをご提供しています。あのこの個人向け その遊び場を紹介するジャムフルを立ち上げようと思ったのはどんな思いからだったんでしょうか。まあ一番初めは毎月こう誰かしら私に会いに遊びに来てくれるんですね、県外から、はいはい、その時にいろんなところにまあ行ったりするんですけれども、うん、それがもっとこうパッと紹介できるものあったらいいのになって思ったところがきっかけではあります。はいはい、でプラスしてやっぱりまあ私自身が掲げているキラキラが連鎖する世界っていうのは、自分のこう生き方だったりを納得して自分らしい生き方をしてほしいという気持ちがあって、でそれをするのにやっぱりいろんな人に出会ってほしい、いろんな体験をしてほしいし、いろんな地域に行ってほしいという思いで、ジャムフルというサービスでやってます。あの私も県外にたくさんの友達もいるんですけど、その県外から広島に遊びに来てもらった時に、そのどこに連れてったらいいかなっていうのがもう正直わからないんですよね。そのどうしたらあの広島良かったって思ってもらえるかなっていう、そういうあの気持ちをこうジャムフルは解決してくれるわけですね。そうですあのどんな体験スポットがこのジャムフルに掲載されているのか、いくつか教えていただけますか。はい、ジャンルもたくさんだし、地域もたくさん、いろんな人に出会えるなんですけれども、例えば、盆栽を作ってみようみたいなものですね、
ですね、ミニ盆栽を作る。盆栽ってちょっと難しそうな印象があるけれども、うん、その盆栽のイメージをもっと身近に持ってほしいという気持ちを持ってらっしゃる庭師さんと知り合って、その庭師さんと一緒に、盆栽を広めるために、今ミニ盆栽作り体験みたいなのもやってます。全然その知識なくてもプロの方に教わりに行ってもいいんですか？そうなんです、もう自由にどんな器を選んでもいいよ、どんな色の石を選んでもいいし、どの苗を選んでもいいよという自由さからオリジナルにまず楽しいところから入って知ってもらうというのをコンセプトにしています。他にはどんなことがあります？そうですね、芸術とか文化、運動、自然、食っていうテーマでそれぞれあるんですけれども、はい、じゃあ農業体験してみようと、山奥神石高原町ってなかなか広島の人でも行く機会がないような場所に設計してるんですけれども、はいはい、神石高原の里山を復活させたいという思いで農業を営んでいらっしゃる会社がありまして、そちらとタッグを組んで、無農薬無化学肥料で育てている野菜を一緒に取るみたいな、でそのまま食べちゃおうとか、そんな遊びもあります。いやなかなかその特別な体験をしたいなと思っても、その自分ではね、そんな農業とかその盆栽、そのプロに教わるみたいなことってできないですもんね。そうですね、遊びに行かせてもらってもやっぱりそこに人がいるかっていうと、実はちょっともう自分たちの自由に遊んでねで終わってしまう場合もあると思うんですね、それをできるだけその現地にいる方と一緒に話をしながら、こう交流が生まれるような遊びを設計しています。その体験だけでなくて、その人との出会いも含まれているっていう部分で、やっぱり特別な体験になりそうですね。はい、はい、それでは佐々木さんもそのイベントの中に入ってるそのものもあると聞いたんですけれども、このイベントに行ったら佐々木さんに会えるという体験スポットありますでしょうか？はい、今日2つお話しさせてください。はい、1つがですね、とりあえずまあ週末に私島にいるので、うん、今レモンを育てるというものをですね今引き継いでまして、はい、無農薬無化学肥料で島でレモン栽培してますので、いらしてください、はい、それぜひジャムフルで検索すると、うん、レモンの写真見つけてポチッと押すと、分かると思いますので、ぜひいらしてください、はい、2つ目が、2月6日に東広島でぜひ皆さんお会いしたいですというお案内をしたいです。この東広島で行われるのはどんなイベントなんでしょう？はい、クラシックカフェという、イベント、コンサートです。カフェ形式なんですけれども、はい、ただのこう音楽聴くだけじゃないよと、クラシックって敷居が高そうに感じるけれども、それをもっと身近に感じてもらいたいという思いで始まった企画、東京で始まった企画なんですけれども、トークショーみたいになっていて、はい、カフェのマスターみたいなこう演じてらっしゃるピアニストさんがまずいらっしゃって、はい、で、お話をしながら聴きながら音楽に触れていく、で実際に生演奏も行われるというクラシックカフェという、企画です。でそこに盆栽企画もちょっと織り交ぜていて、はい、同じこう空間を彩る盆栽と、音楽、音で彩る音楽を一緒に、楽しんでもらいたいという思いで、ミニ盆栽作り体験も同じ日に行われるようにしてますので、いや本当にね、クラシックコンサートといえばやっぱ、ね、もう静かに座って聴いてるというイメージがありますけど、それとまた全然違う感じになりそうですね。そうなの、実際にカフェのお菓子が出てきたりとか、コーヒーもお土産でお持ち帰りいただけますので、ぜひいらしてほしいなと思ってます。はい、このイベントは2月6日東広島で行われるということです。これもジャムフルの方に詳しく載ってますか？はい、ジャムフルで東広島で検索すると出てくると思います。はい、佐々木さん、今後このジャムフルを使ってどんな活動をしていきたいですか？こう夢、目標ありますでしょうか？はい、自分らしい生き方を、ね、みんなキラキラ、何が何だろう、弱みだけに目を向けるのではなくて、自分が本当に生きたい生き方をしてほしいなと思ってます。でいろんな生き方をしている方ばかりにこのジャムフルには登場いただいているので、そんな人たちやいろんな体験を通じて自分らしい生き方って何だろうって考えながら実際に行動に移してほしいなと思ってます。はい、それでは佐々木さん、最後にラジオの向こうの皆さんにメッセージお願いします。はい、ジャムフルというのはですね、ジャンプとプレイフル、ワクワクするというプレイフルという言葉を掛け合わせた、造語でできています。こう新しいことに出会ったりワクワクすることがあれば、ぜひジャムフルという気持ちなので、ジャムフルって言いながら飛んでみてください。
や本当なんか佐々木さんと話しているとこうワクワクするこう飛び上がりそうな気持ちになりますね。なんかあこんな遊び方もあるんだとかね、新しい発見があります。ぜひ佐々木彩さんに会いに行ってみてください。そして広島元気本にも佐々木さんのこと載ってますので一度手に取っていただきたいと思います。広島タイムリーヒット、今日のバッターは小屋株式会社代表の佐々木彩さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ここでヒットからのお知らせです。いよいよ第2回ヒットミーティング開催まで3日となりました。ヒットの取り組みのご紹介だけではなく、観光の当事者になるをテーマに観光客の皆さんに喜んでもらえる観光地広島の姿について考えてみたいと思います。現在300名を超える方々にお申し込みをいただいておりますが、まだまだ募集中です。これを聞けばあなたも広島の観光の主役になれます。開催日は12月23日木曜日です。昼の部は14時30分からライブ配信で、夜の部は18時から録画配信で行います。質問コーナーも長めに撮っていますので、普段聞けないことも聞いてみてください。申し込み詳細は広島観光ナビをご覧ください。たくさんの方のご参加お待ちしています。